勝ちました。そして J1 昇格を決めました大分トリニティの田坂監督です。見事な6位からの J1 昇格です。今のお気持ちを聞かせてください。嬉しいです、はい、苦しいシーズンでもありました。今日の試合も選手一生懸命守備してそしてもぎ取った1点です。振り返ってみていかがですか。本当選手がよく頑張っています。ありがとうございます。監督自身も募金に立ったりと厳しい本当に厳しいシーズンだった。目に今熱いものも浮かんでいますけれどもサポーターに対しての気持ちも聞かせてください。いや本当サポーターの人がね、今年は本当支えてくれたんでなんと本当に頑張ることができました、はい、また試合が始まる前はですね選手もよく耐えたという話をしていました。いかがですか。本当に苦しい中で選手がよく耐えて、このプレーオフももぎ取りましたし、まあ、最後最後ね本当に選手がよく1点もぎ取って勝って、よかったと思います。ありがとうございました。続きましてヒーローインタビュー大分トリニータ林選手です。林選手のゴールで J1 昇格決めました。今の気持ちを聞かせてください。いやもう嬉しいの一言です。もうそれしかないです。3年前林選手のゴールで大分トリニータ J2 に降格しました。はい、いやもう8月に加入した時にもう自分のゴールで J1 に上げるしかないとそのことだけ思ってずっとやってきました。今日はどんな思いでピッチに立ったんですか。いやもう点取ることだけでしたね。もう 0-0 で 0-0 じゃダメってもうみんな分かってたんでもう点取ることだけでした。そしていよいよ来年は J1 での舞台です。いやまあもうもともといた場所に戻れたんでもうここからが本当の勝負だと思ってます。今日はそして多くのサポーター1万人のサポーターがここ国立競技場に駆けつけてくれました。最後にサポーターにメッセージをお願いします。いやもう本当に遠くからありがとうございました。皆さんの力が今日の勝利につながったと思うんでこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.